はいどうもピヨキューです。京都ロールコースター。違う違う、いつもの癖が出てしまいました。はいどうもピヨキューです。京都ロールコースターだから違うんだって。マジでもう病気かもしんない、最初にトロールコースって出てくるの。ちょっともう一回だけやり直していい？はいどうもピヨキューです。今日はみんなでバトルやっていきますか。いやマジで久しぶりだねこのミンバト。前回のミンバトの動画って半年前だから本当にすごい久しぶりなんだよね。でその半年間の間ミンバトの動画してくださいっていうコメントもすごくいただきました。コメントくれた方本当にありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。いや正直さ、半年間もの間ミンバトと離れてるから運営にも話されたみたいだね。ウィグリースタート、いや久しぶりだからマジで勝ちたいね。最初は勝ちから収めよう。なんかいい感じのコースだね。こういう普通っぽいコースめちゃくちゃ僕好きだよ。こんなことで諦めると思うな花ちゃんよ。そんなことで僕を倒した気になっているのかい。もう一回レイジあそこでやられてるね。ここアイテム取っていこうか。マリーがねなんか先行ったっぽいんだけど、ここは右にジャンプしていきたいな。でも多分こっちが正解だと思う。マリー先にいるね。今度は花ちゃんがでかくなってるってことか。なんかコース名のさウィグリーってこの花ちゃんのことなんかな。まあまあ手慣らしにちょうどいいぐらいだよ。スーパースマッシュブラザーズサガ、これもしかしてさ乱闘するやつかな。ちょっと誰誰誰、あレイジか。誰が持ってたんだね。乱闘するやつだったらめっちゃ面白そうなんだけど、え、これどこに行けばいいの。一番右上の赤い土管行こうか。上にハンマーがあるけどあれ取っていかなんかな。オッケーオッケー、そういうことね。じゃあこっから乱闘開始っていう感じだよ。面白いじゃねえか。僕は誰と乱闘するんだ。オラオラオラ、くっ、はまった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 、やったよし0% 0% で勝つことができました。いや幸先いいねこれは。次の決勝勝てるかもしれない。ナイスって書いてるね。どうもありがとう。そして次はあのキノピオと勝負だね。いやめちゃめちゃ楽しい。こういうのがね僕ミンバトで一番好きなコースかもしれない。誰かと乱闘するっていうのが。くっ、 あれちょっと待って、雲があるよ。雲があるってことは、いや待って、はめられたはめられた。いっくハハハハハハ、これ絶対勝った、ハマったわ。うますぎ、はめるのうますぎ。いやこれむずけ、このレールがなかったら絶対勝てるんだけど。あ、なるほどね、右の方に針があるよ。あの針に当てろっていうことなんだろうね。っていうことはこの辺で勝負してもちょっと難しいかもしれない。ちょっとさ右側来ない、こっち側来ない。え何入ってんの。え、ちょっと待ってって、ここが勝負。ちょっと待ってくれって、それはないの。なんなんだこれは。いや今のめちゃめちゃ悔しい。いやあのまま続けてったらどっちが勝ってたかすげえ気になるな。あのシステムには気づけなかった僕の負けだね。まあそこは潔く認めよう。じゃあここは普通っぽくしたね。ナイスどんぐり。まあこのどんぐりで僕は飛んでいけばきっと大丈夫さ。あのどんぐりを僕が回収しておくよ。この先すべてのどんぐりを回収したいと思います。ここで飛んでいく。あなたたちは止めないだろう。ほっ、いやこれは絶対勝った。いや敵さえ当たればなければ絶対勝てる。いやパワーアップしねえか。どうもありがとう。ビーザコンティニュー。楽しいよ、そんなに卑屈になんなくっても大丈夫さ。あーすごい楽しそうじゃん。で甲羅を持ったままゴールだったっけ、あの左上のやつって。とりあえずこのキノコを取っていくのはいいとして、どっかに甲羅があるんでしょう。その甲羅、これか、これが甲羅なのか。いや違う、危ねえ、あのとんがりコーンにやられるところだった。まあこうなるちょ、いやそれはバネだからいいとして。なるほどね、このボスたちを倒していかなくちゃいけないのか。誰が鍵持ってる、ちょっと僕に任せて、みんな僕に任せて、大丈夫大丈夫、僕は絶対やられないから。あのクッパは踏めないでしょ多分ね。このいややっぱそうだと思った、あのチビスケが持ってると思いました。さあ行きましょう。オッケーオッケー。そしてこっから右にダッシュしていけば、まあ、甲羅がどこにあるかだよね。とりあえず右ダッシュして、おったおった、いや行き過ぎ行き過ぎ、くっ壊さないように行かなくちゃ、くっそー。いやなの大丈夫、コーラいっぱい降ってきてるでしょ。とりあえず踏む、落ち着く、はい落ち着いていこう。踏む踏む踏むからな、このコーラも踏んでいく。さあゴールはどこだい、このコーラも踏んでいく。ちょっとラグいな、カメ
ダッシュ&キープダッシュ。スピードランっていうわけでもなさそうだね。常に右に走り続けたら多分行けるっていうことだと思うんですけど、みんな上から行くだろうな、絶対そうだろうと思った。オッケーオッケー、もう2人脱落したね。あとはキノピオ、ゆっくり行こうじゃないか。下は罠だよ、気をつけた方がいい。キノピオ絶対上からがいいから、見ててみんな、絶対上からがいいっていうことを証明してみせますよ。ほらね、こういうことなんですよ。でさ、みんなちょっと聞いてくれない？僕いつもトロールコースやってるんだけど、もうそのせいでさ、めちゃめちゃ喋りにくいんだよね。いや、なんでだろう、同じさ、ゲームの実況するだけなんだけど、なんなんだろうね。トロールコースやってたら多分みんなでバトルはやりにくくなるような傾向があるんだよ、きっと。で、1、2、3。全然違う。マリーが早いね。ここで絶対抜いていきたい。で、ここでジャンプ、はい、ほっ、うわ、今ね、結構いいところで決めれたと思ったんだけど、あそこ難しくない？30コイン、あ、50コインか。今絶対負けたと思ったけど、ここから抜いていこうか。はい、ここまで、はい、いや、いいよ、2、3。いや、マリオマジ早い、ルイージも早いね。ちょっと2人抜かなきゃいけない。くっ、いや、こういうのマジ苦手なんだよな。いや、ルイージとめっちゃいい勝負。はい、オッケーオッケー。いや、マリ抜いてきたんじゃない？くるんくるんくるん、オッケー。今日めちゃめちゃ調子いい。これ何連勝？3連勝中ぐらいじゃない？みんな4連勝中だったわ。次勝てば5連勝。でも次赤隊2人か、きっちりな。でも僕本気出していくよ。これまで培ってきた経験、すべてこのコースで出し切りたいと思います。韓国のアーニャってあんな感じなんだろうね。そういや、1月18日だったっけ？スタバの新作は、よほほほほほ。なんだったこれ。すげえ面白そう。これ上から行った人が勝ちなんじゃない？いや、マリ行ってるね。木箱持って行っとく。いや、これマジ木箱邪魔すぎでしょ。よっけよっけ、いや、マジで宅配便、まさかすね。僕宅配便得意だから。オッケーオッケー。そして次はハンマー、ナイス。ここでハンマー激アツ。そしてこのまま右にジャンプしていいのか。ねえ、ねえ、宅配便をお届けしました。見て見て、みんなの名前全員ひらがな。登ってオンオフおもちゃ工場、オンオフファクトリー。めちゃめちゃまともっぽいコースだね。で、登ってオンオフだから、どっかにオンオフがあるんだろうね。とりあえずゆっくり行こうか。え、オンオフなくない？これあざああいうのをしやってくるんだったら、僕はもうキノコ取っていきたいと思います。まあ 3D だからパックが踏めるんだけど、もう横からはさ、急に対応できないよ。そして今前はルイージだけか。マリーは、え、マリーおらんか。あ、マリー先行ってんのか。で、この先に登れっていう感じなんかな。え、全然登る要素ないんだけど。え、もしかしてこのままずっと、あ、もうオンオフちょいちょい変わってんのね。いやー、分かった分かった。トランポリンがなんかオンオフによって変わってるよ。トランポリンがオンオフによって変わってるってなんだ。なんかね、オンオフでトランポリンの場所が変わってるみたいな。だからそれを見極めてどんどん登れっていうコースだろうね。多分そんな感じだと思うんだけど、マリーめっちゃ速くない？あ、ルイージ脱落。そしてマリーはね、もうすぐ追いつきそうな。あ、追ったね。あー、なるほどね、オンオフってこんな感じか。いや、猫は、あー、先に猫取っておく。猫の方が多分いいよ。オッケー、マリーもう抜けそうだね。マリー閉じ込まっちゃったね。さよならマリー。僕キよしよし。で、こっから先はゆっくり行こう。もう勝てる予感しかしない。さあ、ゴールあっていいよ。この先ゴールかな。いやー、まだまだっぽいの。最初っぽいよね、見た目が。あー、どうもありがとうございます。いや、今日マジで相当調子いい。ワールド1の3。やっぱスーパーマリオブラザーズの1の3じゃないよな。これどこの1の3なんだろう。こんなん見たことないよ、僕。いや、これもしかしたらさ、ニュースーパーマリオブラザーズ U とかあるじゃん。それの1の3なんかな。いや、僕に亀の甲羅を持たせたらまずいよ。オッケーオッケー、みんな脱落したね。今日マジで調子良すぎるんだけど。調子良すぎる、調子良すぎるんだけど。もういいや、もう言えてないけど、みんなそここら辺は理解して。僕神々用だからさ、これ全部取っていく。よっしゃ、全部取れたね。さあ、このまま右にダッシュしてってゴールがあるとか。え、なになに、今日マジでおかしい。ちょっと上手くなりすぎたかな。みんな今3連勝なんだよね。おおおおお、めちゃルイージ挨拶してくれるじゃん。いや、乗っけていってくれないのね。そこは乗っけていってくれないのね。ここは右から行く。いや、右どうしよう。あ、右正解っぽいぞ、頼む。あ、マリーそっち行ったね。ってことはマリーの方が近道なんかな。一旦僕こっちから行ってみようか。僕今日月がめっちゃ回ってきてるからね。いや、激アツ、ちゃんとやられないようにしようか。そしてここはアイテムは OK、 このアイテムを取っていく。ただね、こっちも行けるんだよな。もしかしたらこれ、
ワンチャンある、オッケー、あるあるある、あはくっそ、この肉まんじゅうが、あー待って、そっち行かないで、頼む、壊して、ね、壊して、そう、そう、そう、それはダメだよトントンさんっていうまあトントンさんって言ったらね、ライブのモデレーターをやってくれてる方なんですけど、その方だったらマジでおもろいね。トントンさんもギブアップすんなって一緒に戦おうぜ、そこは。あ、ここはちょっとクリボ多すぎるけど、うん、倒してってよ、せめてこのトンカリコーガーポカーペンしてくれー。カッチカッカッチカッカッカッチカッカッチカチでさ、さっき曖昧になったと思うんだけど、スタバの新作が出るじゃん。これ下から行く？いや下からは多分途中で登ってこれなくなると思うからさ、やめておこうか。スタバの新作なんだけど、次のスタバの新作がさ、チョコレートっぽいんだよね。チョコレートフラッペとチョコレートモカだったっけ、なんかそんな感じのやつなんだけど、めちゃめちゃうまそうなの。っていうかこれみんなアイテムいらないの？マジで危険だよ、ここアイテムないと。いやこれも下から行くしかねえな、どうしよう。いや、いけるかなこれ、下から行って後で登れなくなパターンとか、そんな感じだと思うんだよな。でも当たってもいいや、当たってもいいからこのまま右行こうか。いやこれ下結構厳しい太陽どこ行ってんの？そしてえ、これいける？本当にこれ、この先行って登れないとかマジで最悪なんだけど、ちょっとこのまま早送り。いや、ワンチャンある、ワンチャンある、この大量のイカさえ、いい、オッケーオッケー。しゃー、地下の石普通、どういうことだろう。そのタイトル名に何かヒントがあるんだろう。そういうことだと思います。今誰か挨拶してこなかった？キノピコだったっけ？ちょっと持ってってくんないかな、マジで。そろそろさ、誰か持ってってくれてもいいんじゃないかなって思うんだけど、危ねえなここ。当たれ当たれ、オッケーオッケー。そして次はやったね、これで僕独走状態だよ。ゲスキングで、上は上すげえ気になるな、あそこすげえ行きたいけど、一旦ここで神のコーラを持っていく。いいのかい、マリ、こっちに来てもいいのかい。オッケー、マリタビビってるよ。そしてここは神のコーラ、そろそろ手放そうか。危ないね、これで多分ゴールがあるんじゃないかな。どうもありがとうございます。マルチプレイヤー VS1 みんなでバトル、ミンバトコースか。ミンバトコースってさ、テクニック要素めっちゃ多いから僕マジで苦手なんだよね。キノピコどうした、来ないの？え、キノピコ、キノピコどうした？もう戦う前から分かったんだね、負けるって。そして青だからキノピオ、そしてここが壁ジャンプでどんどん行こうか。あー、壁ジャンプで生かしてはくれないね。そしてここでバーレンは友達、さあここから抜けていく。ここもジャンプジャンジャン、ちょっと難しいなここ。やっぱりちょっと僕こういうマルチプレイヤー VS コース、まあみんなでバトル用コース結構苦手かもしんない。テクニックっていうかラグいな。そしてここから鍵を取っていく。いや今一番手じゃない、何気に一番手じゃん。いや結構差があるよ。さあ次はどこだ、次は丸々か。バレ系は僕得意だから任せて。もう相当やってきてるからね、この死に耐久というのかな。トロールコースってあるんですよ、死に耐久とかいうさ、バネをたくさん避けるようなコースが、そういうのが出てきたら僕結構得意かもしんない。何気に早いね本当に。ジャンプ、そしてここも登っていく。これ落ち着いてったら多分勝てるよ、みんなと結構差があるもん。さあ次は都会か、もうゴールでいいよ。あ、マジでゴールかもしんない。こっから右ダッシュしていけば50コインがあってゴールみたいな。いやー絶対そうだ、マジで今日調子良すぎよ。え、まずい、ここから抜かれた。好きだー50コイン。いやー、まためちゃめちゃ面白そうなタイトル来たね。天空トーナメントバトルだよ。マジでどんなコースか相当気になるね。面白い予感しかしないな。僕誰だったっけ、マリーか。いや本気出せるね、マリーなら任せて。くそー、青の土管取られたか。じゃあ僕青の土管行きたいと思います。ピースイッチ、なんであそこだけ P スイッチが出てんの。そしてここ、あーなるほどね、こういうバトルね。いやキノピオちょっと出遅れたな、僕も出遅れました。くっ、いや負けなくね、ここだけは負けなく、いいところ見せてみた、ラグイだ、くっくっ、いいよマリーめちゃめちゃ早い、兄弟バトルだね。みんなこのトーナメントガチで勝ちたいから、マジで無言でやっていいかな。さあ行こうかマリー、お前の力を見せつけるんだ。いや全然ラグくない、余裕これはしゃしゃ、マジで嬉しい、超嬉しいんだけど、もう震えるね。さすがマリー、やっぱりお前が主人公だ。また3連勝きたね、これで勝てば4連勝、そして5連勝まで行ってやめたいところなんだけどな。
ワオ。さてワオというこのコース、どこに行くのが一体正解なんでしょうか。僕は一旦アイテムを取っていこう。あ、アイテム絶対必須。こんなに火が出てきてるんなら絶対アイテム必須。このクッパ倒せってことかな。え、みんなどこ行った。あ、羽？あ、羽欲しいな。待って、邪魔すぎ、邪魔すぎ。どこ行けばいいんだろう。もう一回アイテム取って戻ってくるわ。ちょ、待って待って、アイテム、マジでアイテムちょうだい。マジでアイテムちょうだい。もうそんなことしないでって、もう。まあ、全然許す。さて、どうするのが正解なんだろう、ここ。下から、あ、下なんか行けるね。こっちが。あー、熱い熱い。あのなんかバブルが来てたよね。あのバブルに当たらないように先に進む。これ、どこまで上がってくんだろう。多分下の土管はダメだったんだよ。だから上に行く必要がある。ちょっと、ちょ、の、のいてて、のけても、のけあいつ邪魔だな。これ上から行く必要がある。だからこれに乗って上に行く。オッケー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 。こっから右に進めば絶対ゴールがあるよ。みんなさよなら。ここで僕はゴールしたいと思います。絶対いいよ。危ない。あ、右にもクッパいるので、クッパ様、僕を襲わないで。いや、ちょっと待てって。もうゴールがあると思ったんだけどね。あ、ここでファイヤー取っておこうか。よしよし、これでも、あのスターまで取っておきたいところだけど、スター取っておくよ一旦。スター取れるかな。よし、ここでスターを取る。オッケーオッケー、これ僕はもう無敵でしょ。待てって待てって、お兄ちゃん、お兄ちゃん待って、お兄ちゃん、よし、お兄ちゃんどっか行け、この野郎。だろ、もう本当にゴールあっていいよ。下の方に寄っておこうか。こっから右行けばもうゴールあると。やめろって、もうお兄ちゃんそんなことすんだって。どっち、やめろ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。これまでにないくらいあっさりした爽快コース。爽快コースなのにあっさりなんだね。どんなコースなんだろう。めちゃめちゃなんもない。なになにこれ、僕たちも閉じ込められたんじゃない。頼むって、もそんなことしないでって。あの砲台を抜けてルイージもかわいそうじゃん。これ最初からやり直そうよ。いや、どうしようもないなんかこれ。ちょっと最初からやり直す、送ってみようか。頼む、みんな最初からやり直さないね。無理だって、絶対マリー戻ってくるでしょ。ほらね、だから無理だって。みんなでやり直して送ってよ。マリー、怒るよ、怒るよ僕。何やってんの。みんなでやり直しっていう機能があるの知ってる。協力しましょう、協力しましょう。だって無理だって、みんな動けないんだから。ほら、だからさ、やり直そうぜって。オッケーオッケー、あとはルイージとキノピオだけだね。だから頼む、キノピオとルイージ。無理だって、そんなところであがいてもさ何もできないんだから。だから早くみんなでやり直ししてよ。もう赤いとピンクはもう終わってんだって。だからあと青と黄緑だけだよ。早くして、もうカットするよここ。マリオちょっと音楽に乗ってさ、しゃがまない、通じるからこの気持ち、テレパシーで通じて。パン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 。マリー、ありがとう、通じてる。このマリーめちゃめちゃいい人だね。絶対下ろさない、あなたを絶対に落とさないよマリー。そういうゲームだろこれは。みんなでバトルじゃない、もうマリーを落とさないゲーム。くっそー、マリー次はお前の番だよ。僕を落とさないようにできるかな。僕は左に行くよ。いやー、僕の勝ち、これで1対1だね。次乗って、マリー、はい乗っていいよ、上乗っていいよ。違うんだって。違う、じゃあもう一回、もう一回僕がしようか。じゃあもう一回僕落とさなかったら勝ちで、ね、ちょっとさ、さっきずるかったもんね、左にいきなり行ったから。ちょっとずつ移動していい。これでマリー、あー、うまいねマリー。じゃあ僕は右に急に行くよ。うお、うめえマリー。こ、じゃあ左、左、いやなかなかうまいじゃねえか。次乗っていいよ。本気で何やってんだろうね。なんかごめんね、こんなことばっか見せちゃって。いや、これも悩ましいね。とりあえずあのフラワー取っていこうか。フラワーを取っていって、あ、ベルもあるんだね。いや何もしないで、やっぱフラワー取って、もう強制的に入れられたみたいな感じじゃねえか。ここで鍵は出してくれるね。そして次も鍵はどこどこ出してくれるのかい。いや、どっちが手に入れた。マリーか、マリーじゃねえ、ルイージか。そしてこの子を倒していけっていう感じか。いや難しいぞこれは。あと1回踏んで右か左かの鍵なんだけど、どっち行く。オッケー、左に行こうか。もう左は、ふざけるなまあまあ、でも今ので右が正解だっていうことが分かったんだけど、もう鍵が残りあるのかな。鍵はもうないと思うんだけど。ほらね、やっぱりもう1回やり直ししないとダメだねと思ったけど、この鍵ドアの方も気になるよね。
さあみんなでやり直してきたんだけど、これでもう分かったね、どこに行けばいいか。でこのブンブンを倒して右のドアに入ればいい、そういうことだよね。そして次のドアでもう終わりだよ、頼む。よっけ、いやここでヘッドドロップかまして次右に行く。さあ早く早く早く鍵を、僕に鍵を、鍵を、え、めちゃめちゃなんか難しそうというか難解そうって言えばいいのかな。え、これ下に行けばいいの。まあまあこれはこんだけでいいんだけど、これは、え、羽取っておくで倒せっていうことなのかな。で、あーで鍵ドアに入ればいいのか。で次はどんどん鍵を取っていけっていう感じ、なんかそんな感じだね。いやこれめなんか難しそうに見えて結構簡単なパターンだ。さあ次はどこに行けばいいのか。ここで鍵を取っていく、ヒップドロップ、ヒップドロップできないのか、これの資金はできないのか、止めてくれってもう頼むって。オッケー、よし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 、勝った、これは絶対勝ったよ。よしよしよし、何か一人落ちていきやがったな。あー、それそれそれ早い、それ早いけどそれずるいよ。ここで次はここだ、いやー誰だー、僕が勝った、やったー。カツオの叩きっているね、カツオの叩きって僕めちゃめちゃ大好物なんだよね。刺身の中でもトップクラスに好きなんだけど、そのためだけに高知県に行きたいぐらいだもんね。さあなんか普通のコースっぽいね、これで最後にしようか。まあ久しぶりのみんなでバトルすごく楽しかった。こんなことで僕が諦めると思っているのか、すぐさま相手も。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。